皆さん、こんにちは。本間美希です。今日はプートンのお洋服の作り方の紹介をします。最初から最後までやると、何時間もかかる動画になるので、簡単に説明をします。これがプートンのサロペットの、型紙を切ったものです。で、これが肩紐。で、これがお洋服のポッケです。Pの刺繍してあります。で、まず最初は、この端っこを一周縫う作業から始めます。こんな感じで縫い終わりました。次は肩紐をセットして、肩紐をセットしました。で、裏地をセットします。で、ここを縫い合わせていきます。はい。裏地と肩紐が合わさりました。で、この後は、この端っこ、両端を合わせて縫います。ここの部分がこの背縫いになります。で、こっちの下の斜めの部分を縫うとこのお尻の部分になりますので、今から縫っていきます。イエイ。はい。ここと、ここ、縫えました。その後は、こう、広げて、足元を縫っていく作業になります。そうすると、こういう、ここの足の部分が出来上がります。はい。足元が縫い終わったので、次は、お尻のここのまちの部分を縫います。これがないと、お尻の部分が広がらなくて、せっかく作ったのに、ぬいぐるみが、着れない状態になります。これは型紙なんですけど、ここの背縫いとお尻のところに線を入れてて、ここに切り込みを入れているんですね。で、その切り込みを縫う作業になります。切り込みを入れるとこういう風に広がるので、ここをただ一直線にしっかりと縫うだけの作業なんですけど、
これがないとぬいぐるみはお洋服を着ることができません。私はお洋服作りは未経験でこれを始めたので、何度も何度もお尻の部分が作れなくて半年以上悩みました。では縫っていきます。はい、お洋服ができました。はい、こんな感じです。尻尾もちゃんと通ってるし、お尻も無理なく切れてます。実はこれはプレゼント用の服なんですね。試着させてからプレゼントしないと着れなかったよってことがたまにあるかもって不安があるのでちゃんと必ず試着させています。アシスタントのまほちゃんもありがとうね。ちなみにまほちゃんのお洋服と色違いです。ざっくりした、作り方の紹介でしたが、以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。